あたり、はい、素晴らしい。それではジャック道路を管理されております藤岡調教師にお話をお伺いします。まずは前走を去年暮れの香港以来ということになりますが、この中間振り返っていかがでしょうか。まあ、そうですね、まあ、遠征だったので、とりあえずまあ疲れを取ってやる、それ主眼において、まあ、放牧に行ってたんですけど、まあ、順調に回復もしましたし、いい状態で戻ってこれました。この大阪杯に向けたというところでは、どんなところを意識して最終調整されてきましたか。まあ、去年、金胡町からの、まあ、中2周ということで、感覚詰まってましたので、まあ、今回は十分感覚取って、じっくり調整したいと思いましたので、まあ、香港だともうここ一本って決めてたんで、予定通り来れたと思います。まあ、先週ちょっとまだ太いかなというような感触もお話しされてたんですが、さあ今日も最終切りを終えてはいかがでしょうか。まあ、先週の時点で最後ちょっと重い動きに見えたので、まあ、体重自体もやっぱり少し、普段よりあったので、まあ、体見て1週間でどれだけ調整できるかと思ってまして、まあ、いろいろ工夫してやったおかげで、まあ、昨日の時点で結構いい状態には来れたなと思っていて、まあ、今日の追い切りも、まあ、競馬間隔空いてるんで、まあ、できるだけしっかりやりたいと思いましたので、ジョッキーにはその旨を伝えて、いい追い切りできたと思います。今日は本番でも同じ武豊ジョッキーが調教にも騎乗されてましたが、何か調教を終えてお話とかされましたか。香港の時にも乗ってもらってるんで、まあ、比較はできると思うんですけれども、まあ、非常にいい動きだったと言ってくれてますし、まあ、時計も十分出たんで、状態に関してはしっかり調整できたと思います。去年の大阪杯は落雪などもあって非常に悔しい思いをされたと思うんですけれども、この1年でこのジャックドール何か成長されたなというふうに感じるところってありますか。そうですね、まあ1年経って、まあ、骨格その他しっかり大人になりましたし、精神的にもどっしりしてきたかなと思うんで、まあ、そういう部分では成長は伺えると思います。この大阪杯の舞台の阪神 2000m というのは主導権を握れるこの馬にとっては非常に強みを発揮できる舞台かなと思いますが、そのあたりいかがでしょう。そうですね、内回りということもありますし、先行有利というのはもう明らかなので、2000m ずっと使ってきてますし、舞台設定としては申し分ないと思います。まあ、本当に逃げてもいけますし控えてもいけるというような自制性もありますけれども、この馬の強みを生かすという意味ではどういう展開に持ち込みたいなというところでしょうか。実際、まあ、逃げて勝ってきているところもあるんで、まあ、ここ2走3走ぐらいは行く馬もいてっていうところがあったんですけれども、今回そんなに主張する馬も多分いないと思うんで、まあ、自分の形っていうか馬の走りやすいように、多分ジョッキーもその辺は分かってくれてると思います。まあ、本当に去年からずっといつ G1 取ってもおかしくないというような期待されている一頭だと思いますけれども、まあ、改めて藤岡調教師が感じているこの馬のポテンシャルというとどのあたりになりますか。まあ、能力が高いのはもう間違いないんですけれども、あと、まあ、スピードもありますし、速い時計でも対応できる、あと、まあ、まあ、控えてももちろん大丈夫なんですけれども、差し足もあるんで、全体的なポテンシャルは相当高いと思ってます。まあ、今回は牝馬に非常に去年の最優秀牝馬を含めた強いメンバーもいますが、相手関係含めて今回はどんな戦いをイメージされてますか。いや、もちろんまだ G1 勝ててないんで、まあ、そういう部分では、まあ、
一応まあ無念を借りるつもりではいますけれども、それ以上に、このままいい調整できれば走ると信じてますんで、特に、いろいろ心配するところはないかなと思います。まあ、これが2023年は初戦ということになりますが、ジャックドールにとってこれからどんな1年にここを、きっかけにしてしていきたいと思ってらっしゃいますか。まあ使えるレースっていうのが、そんなに、詰めて使うのも良くない馬なので、たくさん数があるわけじゃないんで、一つ一つしっかり勝っていけるように、進めていければなっていうのは思ってます。となりますと、やはりまずはここでしっかりとまずタイトルを取りたいという思いもあるかと思いますが、改めてこの姿勢の、お気持ちを聞かせていただけますか。まあそうですね、ここまでちょっと不甲斐ない競馬、悔しい競馬をしてますんで、ぜひ G1 タイトル取らせてやりたいと思うし、それだけの馬だと思うんで、まあそれに向けて、まああと、まあ、競馬まで、ちょっと時間もあるんで、最終調整はうまくやりたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。代表質問ここまでとさせていただきます。他に質問ございますでしょうか。はい、では本番も楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございます。